サウス駅はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンアトランティックアベニュー700にあるアムトラックマサチューセッツ湾交通局の駅である。日本語ではボストン南駅とも呼ばれる。ボストンの中心駅でありアムトラックマサチューセッツ湾交通局の各線が集まるターミナル駅である。当駅はボストンから主に西や南に向かう路線のターミナルである。 ボストンから主に北や東に向かう路線は当駅から約2キロ北北西に離れているところにあるノース駅がターミナル駅となっている。なお、サウス駅とノース駅を直接結ぶ地下鉄路線はない。駅舎1899年駅構内を北へ望む1904年ボストンのサウス駅はユニオン駅として1899年に完成した。 市内南部の鉄道輸送の混雑を鑑み1876年に、マサチューセッツ州議会が、ボストンターミナル会社に認可を与えた5社の旅客鉄道事業を統合する必要があった。ボストンターミナル会社は、ボストンオルバニー鉄道、ニューイングランド鉄道、ボストンプロビデンス鉄道、オールドコロニー鉄道、ニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道から構成されていた。 同社は1896年から1899年に再建を発行し、ニューイングランド鉄道が所有していた約14万1640平方メートルの土地を900万ドルで購入した。ボストン市は街路の再構築や駅が港の近くにあるためフォートポイントチャンネルに沿って約60メートルの防波堤を建設するのに200万ドル、費やした。2年の後期を経て、 ボストンで最大の建築物にして、当時世界最大の鉄道駅であった、当駅は1899年1月1日に開業した。この5階建てのネオクラシックリバイバルスタイルの駅は、交差点に面して3つのエレガントな入り口があり、正面に時計塔を持ち、その塔屋の上には約2.4メートルの翼服を持つ和紙の彫像が飾られた。 1500人以上の乗客を収容できる待合室の床は大理石のモザイクで装飾され、壁は磨かれた加工岩で構成され、壁や各天井の天井に沿って配置された1200本の照明で輝いていた。鉄道会社の事務所は公共空間の上上層階に設けられた。その後数十年間サウス駅は年間約4000万人もの利用者があり、 国内で最も忙しいターミナル駅だった。1930年ホームにかかる大屋根は取り壊され、250万ドルをかけ改装工事が施行された。追加された施設は、新しいレストラン、切符売り場、映画館、駐車場であった。ホーム1970年、校内ヤード1970年との、 米国の鉄道のターミナルと同様に戦後、鉄道事業は不振となり、サウス駅は老朽化しほぼ未使用の状態となった。1961年にニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道は破産を宣言し、1965年にボストン再開発局は695万ドルで、当駅を購入した。かつて豪華で、 革新的で壮大であったサウス駅は1913年当時、年間乗客数が約3800万人であったが、1960年代半ば約450万人に減少していた。駅舎の東翼は、郵便局の物流センターのための道を建設するために1960年代半ばに取り壊され、西翼は、週待会室が閉鎖され、 28本の線路のうち18本が撤去された。修復の望みは短命だった。1970年ボストン再開発局は駅舎を取り壊すことを決定し、実行した。軌道6線を撤去し、有事上の駅舎の各所を封鎖した。アムトラックが設立された時、駅はエレベーターが一機、1本の階段しか、 使用していない状態で長距離列車と通勤鉄道の営業を続けた。3階は火災後に閉鎖され、5階は完全に放棄された。駅舎は不老者の家となった。このランドマークの損失に憤慨した市民グループは、1975年サウス駅を国家歴史登録財に登録することに成功した。棟屋と待合室の部分は無傷のまま解体を免れた。 1978年ボストン再開発局は、当駅をマサチューセッツ湾交通局に610万ドルで売却した。1984年マサチューセッツ湾交通局は1億9500万ドルの費用をかけて修復工事に着手した。プロジェクトのコスト1億9500万ドルは、新築当時の費用の6倍だった。 資金は、マサチューセッツワン交通局、アムトラック、連邦鉄道管理局、都市大量輸送機関、エクイティオフィスプロパティと民間開発企業等を組み合わせたファンドであった。1984年に始まったその修復プロジェクトは、当屋の再建工事、高床式ホームを備えた11本の線路の再構成と軌道上に、 新しいバスターミナルと駐車場を建設することであった。後期は5年かかり、ちょうど開業90周年の年、1989年に竣工した。サウス駅は現在、ニューイングランドにおける2番目に忙しい交通の拠点であり、そして、ボストンの復活金融、小売りセンターへのゲートウェイを検討した。サウス駅の修復が地域の重要な拠点となり、 周辺エリアで約557,400平方メートル以上のオフィススペースを創出した。過去20年間鉄道輸送は大幅な変更と改善が見られた。2000年にデビューしたアムトラックの高速列車アセラエクスプレスがアメリカの高速鉄道旅行の可能性の起爆剤になった。サービスの人気は混雑し、高価で遅延が多い航空機のシャトル便に変わる。 ものとして、ボストン、ニューヨーク、ワシントン DC まのビジネス客を迅速にキャッチした。アムトラックはまた全米ネットで追加のサービスを提供し、より低コストの運賃で定期的な地域間路線サービスを改善した。マサチューセッツ湾交通局は最も新しい2007年に開業した、かつてのオールドコロニー鉄道路線の多くが、 含まれているボストンとシチュエート間のグリーンブッシュ線を、はじめとして、通勤鉄道のサービスを拡大し続けている。今日、サウス駅は、バスターミナルや、レッドライン、シルバーラインと直接つながり心の交通結節点となっている。上記のうち、アムトラックとマサチューセッツ湾交通局の2社は、当駅を共同使用しており同じ構内に発着している。 アムトラックで最も利用客が多い路線である北東回路を走るアセラエクスプレスとノースイーストリージョナルの北のターミナルとなっている。アムトラックの出発する列車は下記の通り。隣の駅ボストンより主に南や西の地域を結ぶマサチューセッツ湾交通局通勤鉄道各線のターミナルとなっている。なお、プロビデンス、ストートン線のみ隣のロードアイランド州まで路線が 伸びている。マサチューセッツ湾交通局通勤鉄道線の出発する列車は下記の通り。隣の駅地下鉄のレッドラインとシルバーラインが乗り入れている。レッドラインは一般的な地下鉄だが、シルバーラインはバスラピッドトランジットの路線となっている。マサチューセッツ湾交通局あたり駅を通る地下鉄は下記の通り。 隣の駅、あたり駅から乗車できるバスは以下の通り、バスタ新宿と同様軌道上に人工地盤の建設を行い、この上にバスターミナルを設けている。詳しくはサウス駅、バスターミナルを参照のこと。ありがとうございます。